聖老にわか、前世有江松祭長期は、江戸時代中期の浮世絵師、鳥山赤縁の門人、北川歌丸と同門である。生命不詳。天馬町で家主をしていたとされるが、詳細は不明。作画期は、天明文化六年にわたる。はじめは、桃川故郷と合していたが、天明末年完成初年に長期と改め、完成七年か、完成八年頃。 また桃川は故郷に戻る。さらに今日は元年頃、再び長期に戻ったと言われている。ただし、故郷と長期については、一時は同一人と言われていたが、戦後は別人とする説が有力である。画風は歌丸の影響が強く見られるが、かなり個性的な絵師であった。錦絵、好評紙、教科本、シャレ本の挿絵及び肉質に優れた作品を、 残している。なお、文政期の教科本に長期署名の挿絵と教科が載るが、同一人か未章である。主要な西絵は、完成3年頃から完成7年頃の長期時代に、美人画が多く描かれており、大盤西絵の代表作に、初日ので、重要文化財、井筒中遺憾稽古は吹きや風情や、就職女、ホタル狩りが挙げられる。その他3枚、続く。 何話や、店先などの、堂々とした作品が多い。全身像、群像、大首絵などどちらかといえば長期の時期の美人画に、佳作が残されている。肉筆では、太夫と朝日奈ずが知られる。また、当衆祭写楽風の役者似顔絵も見られ、故郷と会合してからは、画風の様式化が目立ち、光病写を中心とした半本の挿絵が多い。ありがとうございます。